はい、この時間はゲストをお招きしています。本日リート市場に新規上場した2979ソシラ物流リート投資法人、この運用会社住商リアルティマネジメント株式会社の取締役上場リート事業部長矢野正明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日上場したリートをご紹介いただきたいと思いますが、はい、まずは基本理念からお願いできますでしょうか。はい、ソシラ物流リート投資法人のスポンサーである住友商事は総合商社ですが、祖業は100年前に住友財閥として行っていた大阪北港エリアの埋め立て開発事業を行う不動産会社でございまして、戦後総合商社となった後も不動産事業は常に住友商事のコアビジネスであり続けております。本投資法人はこうした住友商事の不動産デベロッパーとしての知見と開発力、そしてファンドビジネスを通じて蓄積してきたノウハウを活用することによって投資主価値の最大化を追求してまいります。はい、ではその今回のリートの特徴について教えていただけますか。はい、ソシラ物流リート投資法人の特徴は3点ございます。まず1点目は、総合商社でありながら不動産事業に100年の歴史と強みを持つ住友商事がスポンサーとしてサポートする投資法人であることです。総合商社の広範なネットワークを活用した用地取得、リーシング、そして総合デベロッパーとしての開発ノウハウを生かして着実な外部成長と内部成長を図ってまいります。2点目としましては、立地、ハード、ソフトに優れた強みを持つ物流施設ソシラシリーズへの重点投資を行う投資法人であることです。消費地に近接した戦略的な立地、住友商事グループによる一気通貫のサポート体制といったソシラシリーズの強みを生かし長期安定的な運営を実現してまいります。3点目としましては、住友商事の豊富なパイプラインとその物件取得の蓋然性の高さです。住友商事の物流不動産事業は約2000億円の累積開発規模を誇るとともに、物件開発機能を住友商事が担い、保有機能を本投資法人が担うという明確な役割分担がなされており、本投資法人の確実な成長をサポートしてまいります。はい、ではこの3つの特徴をさらに詳しくお伺いしたいんですけれども、はい、まずは住友商事がスポンサーであるというところから、はい、改めてお願いできますでしょうか。はい、100年の歴史を持つ住友商事の不動産事業は多様なアセットタイプの開発を数多く手掛けてまいりました。近年の代表的な大型開発としましては、みなとみらいのクイーンズスクエア横浜、晴海アイランドトリトンスクエア、銀座6などがございまして、2019年3月現在で資産規模は1兆円を超えておりまして、専業の中堅デベロッパーと肩を並べる規模となっています。こうした住友商事の不動産事業の中でも、その中心をなす4つの柱がオフィスビル、住宅、商業施設、そして物流不動産になります。物流不動産事業は2014年より本格的に参入、比較的新しい事業でございますが、現在大いに注力している分野でございます。はい、では2つ目がソシラシリーズへの重点投資ということなんですけれども、はい、ソシラシリーズの強みですとか、アピールポイントなど、どの辺になるんでしょうか。あ、はい、住友商事が物流不動産事業に本腰を入れて取り組むにあたって、名付けたブランド名がソシラです。高度化が進む企業の物流ニーズに対応し、かつそこで働く人間を含む社会全体に役立ち貢献する施設でありたいという願いを込めて、ソーシャビリティ、サステナビリティ、アンドインディビジュアリティフォーロジスティックアスペクトの頭文字を取って作ったものです。ソシラシリーズの強みとしましては、立地、ハード、ソフト面の3つがございます。まず立地についてですが、ソシラシリーズは物流企業が抱える輸送費の削減、多頻度化する配送への対応、労働力の確保といった課題の解決に資する立地を提供してまいります。こちらの図は首都圏の人口密度分布状況と
そちらの立地を表したものですが、そちらは人口密度が高く消費地に近い都市部を配送先としてカバーしており、これによって輸送費の削減と労働力確保の両面から物流企業の課題解決をサポートしてまいります。2点目のハード面につきましては、長い歴史を持つデベロッパーとしてのものづくりのノウハウを生かし、先進的物流施設としての標準的なスペックを備えるとともに、物流の効率化、環境への配慮、安全性、BCP 対応、快適な労働環境を意識した施設づくりによってテナントをサポートしてまいります。最後にソフト面についてですが、私どもは投資法人の内部成長、外部成長にはテナントへの物流効率化ソリューションの提供が重要であると考えています。テナントに対して新たな技術を含む物流効率化へのソリューションを提供し、テナントの設備投資を促し、入居の長期安定化を図ってまいります。さらにテナントの効率的なサプライチェーンの構築に資する物流拠点提案を行い、新たなソシュラを開発し入居してもらうという運営ソフト面でのサイクルを続けることで、投資法人の内部成長と外部成長を図ってまいります。このように物流企業の課題解決に資する立地、汎用性に富むハード、物流効率化ソリューションの提供というソフト、これらが三位一体となっているのが住友商事の物流施設ソシュラシリーズの強みであり、本投資法人はこうした特徴を持つソシュラシリーズに重点投資することで持続的な成長を目指してまいります。はい、では続きまして、ポートフォリオの概略についてご紹介いただけますでしょうか。はい、本投資法人のポートフォリオ構築方針ですが、用途別投資比率としては物流不動産が 80% 以上、インダストリアル不動産が 20% 以下、地域別投資比率としては関東及び関西エリアが 70% 以上、その他のエリアが 30% 以下としています。今回の上場時の比率としましては、物流不動産が約9割、インダストリアル不動産が約1割となっており、全物件が関東及び関西エリアにございまして、その内訳としては関東が約7割、関西が約3割となっています。上場時のポートフォリオは物流不動産5物件、インダストリアル不動産2物件の合計7物件で765億円の資産規模となり、鑑定 NOI 利回りは 4.9%、 うち物流不動産の平均築年数は 1.9 年と、最新鋭の築浅物件が揃っております。また賃貸借契約の平均残存期間は 8.4 年となっており、安定的な運用が可能なポートフォリオとなっています。それでは投資法人の成長戦略について教えていただけますか。はい、本投資法人は住友商事とスポンサーサポート契約およびロジスティクスマネジメント契約を活用することで外部成長と内部成長を図ってまいります。スポンサーサポート契約に基づき、本投資法人は住友商事が開発する新たなソシュラについての優先交渉権を取得します。これによってソシュラシリーズへの重点投資を継続し、ポートフォリオの安定的な成長を目指してまいります。また開発からリーシング、管理運営までをグループとして一気通貫で取り組むことで安定的な運営を実現します。ロジスティクスマネジメント契約に基づき、リーシング業務を住友商事に委託し、住友商事の広範な顧客ネットワークを活用したリーシングを行うことで高稼働率を維持してまいります。実際に IPO 時に取得した物件の稼働率は 100% でありまして、このうち住友商事グループが誘致したテナントの割合は 71.8% となっています。こうしたリーシング力の強さを活用し、契約更改等のタイミングでは市場環境を踏まえつつ賃料増額等を目指すことで内部成長も図っていきたいと考えております。なおスポンサーサポート契約によって供給されるパイプラインについてですが、住友商事の物流不動産事業は年間300億円程度の新規開発を進めており、開発予定物件も含めると累積での規模は金額ベースで約2000億円まで拡大が進んでまいりました。
本投資法人のパイプライン候補となる物件は現在11物件あり、このうちすでにファンド化されている3物件を除いた8物件が優先交渉権の対象となっています。住友商事は今後も年間約300億円程度の物流施設を継続的に開発していく予定ですので、本投資法人として目標に掲げている5年後2000億円の資産規模は十分に達成可能であると考えております。はい、では最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますか。はい、投資家の皆様をはじめ多くのステークホルダーの皆様のおかげをもちまして、本日無事上場することができました。これはひとえに皆様のご理解ご支援の賜物と考えておりまして、心より御礼を申し上げます。私どもソシラ物流リート投資法人は住友商事がスポンサーとなる初めての上場リートでございます。住友商事が開発した物流施設ソシラシリーズに重点投資し、良質なポートフォリオを構築することを通じて投資主価値の持続的な向上を目指していきたいと考えております。今後とも末永くご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。はい、この時間は住商リアルティマネジメントの矢野正明さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。